聞こえますか、これお祈りの時間ですよっていうアナウンスみたいなものです。こういうのをね、身近に感じれるのもマレーシアの面白さですよね。さあ、よいしょ。こんばんは。今日は今からマレーシア留学時代にバドミントンしてた人たちとバドミントンをしに行こうと思っています。マレーシアのバドミントンどんな感じなのか、もし興味がある方は見ていただければ嬉しいです。コロナ前に会って全然会ってない友達とかもいるので本当に楽しみです。じゃあ行ってきます。アンパン、暑すぎる。まだ友達来ないんですけど、もうなんか先に知らない人とバドミントンしてます。そういうところがマレーシアの良さですね。誰とでもできるっていう。マティーヌ、わっ、オレディゴあ、そう、14リンゲットも稼いでしまいました。夜ですよ、これ12時10分、日をまたいでいますよ。さまさま、ファティマ、スパイシー。 Yeah, it's spicy. You like? Still okay. Okay. Nasi Pattaya. Nasi Pattaya? The egg covered the rice. Teo ice lemon. Ready 130. So, Chris, you send Korea. Okay. Okay. というわけで、やっとホテルに帰ってきました。すでに深夜2時を回っております。まあ、金曜日なのでね、結構遅くまでやってるんですけど、すごい遅い時間帯でやることが多いですね。今日なんか試合ごとに2リンギットずつかけるんです。で、2リンギット、1リンギット30円、60円ぐらいなんですけど、勝った人が2リンギットずつその相手チームからもらえる、計4リンギットもらえるんですけど、資産12で120円くらい、今日それで22リンギットぐらい、24リンギット稼ぎました。結構ギャンブルが好きなんだなっていう感じですね。マレーシアは、日本でそんなことするの見たこともないですけど、結構マレーシア留学してる時、練習してたところでもそういうことやってて、
多分ノーマルだと思います。これは楽しいですね、現地の人とバドミントンするのって。なんかマレーシアの人たち本当に優しくって、え、ゴキブリ、捕まえたかもわかんないんですけど、ああちっちゃかったから良かったですけど、なんかもう、いやマジでこのホテルねやばいんですよ本当に。汚いし臭いし、なんかそんなに安くなかったんです。普通に安いところって1泊2000円とか3000円とか2000円ちょっとのことが泊まれるんですけど、今回本当に1泊3000円4000円弱は払ったので、そこそこのホテルかなと思ったんですけど、すんごい汚くって、しかもゴキブリも出るっていう、ちょっととんでもないことが起きました。でこうやってなんか海外に出てなんかその現地の人と交流する機会ってそうそうないと思うんで、本当にいい人たちに恵まれたなという感じます。本当に喋りたいことはたくさんあるんですけど、まあ、今日はこんな感じでお楽しみいただけたかはわからないんですけれども、マレーシアでバドミントンするとこんな感じですということがお伝えできればなと思います。クアラルンプールあと2日楽しんで、実は明日の夜もバドミントンするんですけど、お楽しみいただけていたらとても嬉しいです。ありがとうございました。